はい、皆さんこんばんこばは、えー、安です今日はですねえー、前に3回ぐらいラッセルのパラドックスの話をしました。あれで意外にもですね、まあ、あの清水さんが一生懸命前後動画撮ってくれたおかげではあるのですがでも皆様の強い知識へのですね意欲の表れによってそこそこ見ていただくことができたので大変感激しております。 でも多分分からなかった方がかなりおられるのではないかと思ってですねこの際徹底的にやるぞと <laughs> いうことでラッセルのパラドックスいきなりは厄介なので今日は対角線論法のお話をしようと思います何なんだそれはと思われるかもしれませんがそれはですね、えー、この まあ、私が依をするのはあのネタバラしときますねあもう本当にあの実はですね読んでいただけるこの本とこの本これ片っぽはですねあの無限に見えられた数学者たち、えー、アクゼルっていうラミール・アクゼルっていう人が書かれた本でこれ,あのこれあのカントールっていう無限について考えてですね最後は本当に狂気に陥ってしまわれたというすごい哲学者や数学者 本当はえ、まあ、現代の数学は全てカントールの上に乗っかってると言ってもいいぐらいの大数学者ですがそのカントールの電気でこっちは野谷茂樹さんっていうですねあのビットゲンシュタインとかのえ素晴らしい本、まあ本岩波裾」というの翻訳ねとかで出しておられる方の「無限論の教室」ってこれ本当によくできた無限論の教科書ですね、えー、この2つを参考にいたしております。 えまあ正直言って私だって何言ってるのかよくわかんないです。だけど現代社会はでですすねねこの上に乗っかっかてるんです、ね、つまりまあ簡単に言うとですねこのカントールめちゃめちゃざっくりですよでも,もうそういうとカントールっていう人がですねこの無限について考えたんです無限についてもう本当にとんでもない人です。とんでもないこと考えたわけですよ。 でそのフレーゲンっていう人がいてねまた別にこの人がですね論理学を記号で全部書ちょっと2人ともやっぱりちょっとどかしてかなみたいな勢いだったんですがでこっちから集合論がここから記号論理学ができて、まあ、これをその統合したわけでもないけどここにですね本質的な、えー、それらをその実装しつつですねその問題点を明らかにしてしまったのがこのラッセルっていう哲学者で通、ね、でラッセルのパラドックスっていうのがあってですね これをずっとお話ししてたわけですがでこっから、えーとまあ、チューリングっていう人の,そのチューリングマシンのアイデアができてこのチューリングマシンを実装したのがコンピューターです。でラッセルの弟子にそのウィーナーって人がいてこの人はその論理学のねこう本質的な問題が、えー、そのいうか正しい論理を明らかにする学問ではなくって論理という人間が論理的であるっていうことの自然史のようなものにその理学が変わったんだと。だからそれをですね 実装していけばいいけばんだと機械に実装したかにしていったらいいんだっていうところが、えー、フィードバックというアイデアから、えー、サイーネティックスっていうのが生まれてですねでそこからそのコンロボットとかが生まれてきたコンピューターとかロボットとかす全てこういうものの中から生まれてきたわけですそして AI とかもそうです AI チューリング最初に AI のです、ね、チューリングテストっていうのは AI がですね人間の代わりができるかどうかに対する考えるってどういうことかっていうことに対するテストとしてですね提案しているわけですからまあ まあそれがその大体この,このカントールとかこれ19世紀のわりぐらいラッセルが20世紀から19世紀の間ぐらいでチューリングとかウィーナーはその第一次,第二次大戦,対戦から第二次世界大戦間ぐらいで、まあ、その戦後ですねおまたいで活躍した人々でそれが今私たちの生活をですね大きく根本から生活ではなく社会のあり方根本から変えようとしてるわけですがだからラッセルのパラドックス分かってないとここがうまくいかないですよっていうことをですねずっと言ってたんですけどでこのカントール がまあ言えば犯人ですす <laughs> 主犯ですでそののカントールの、えー、話をもねこれ私専門でも何でもないんでとんでもない嘘をどっかでつくかもしれないてる知らずについてるのかもしれないんですがお叱りがあることかもしれあるかもしれませんが、えー、その場合はですねどうぞ許してくださいそして自分で勉強してください。はいでですね えまずですねそのカントールのお話でやっぱり感動的なのがね、えー、その「有理数」ってありますよね。あのー、えっと最初にじゃあ「有理数」ですよ「自然数」。自然数っていうのは皆さんもよくご存じだって01234てん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 っていうやつね。 自然,数あ自然数0入ってないのが1からかゼれ0入れた正の整数なんですかねまあこれ何って言われると実は結構大変な問題らしいんですよ <laughs> 何なの自然数ってっていうのは超大変な問題らしいですが、えーまあ、とりあえずそこはいいとしましょうでこれこれね、えー、と有限じゃないですよねななぜならですね、まあ、最大の 一番大きなな自然数があったとしましまょうなん,かなんかビッグ N みたいなやつがあってこれ最大の自然数なんだって誰かが言ったとしたら「いやあのそれにた1足せますよね」一1足せるんじゃない?」っってだから、えー、とそうするとビッグ N より1大きいのありますよねっていう操作が常に可能なので。 だから自然数はですねどこまでも行く無限なわけですよ。では無限だなすげえな無限だどこまでもどこまでも行くんだ。でこのどこまでもどこまでも行くっていうのはね結構重大な問題で二通り解釈がある二通り二通りじゃないかもしれないけどえ決定的に大事になるのはです、ね、ここに二つの考え方がありますつまりいくらでも一を足していけるっていう無限なんだと。 いくらでもね1を足すという操作をすればビッグ N を用意してもそれに1を足せるでそのいビッグ N プラス1がビッグ N だと思ったらそれにまた1を足せるこれいくらでもできるどこまでもできる何回でもできるこれ止められることはないからずっとずっとずっと,ずっと増やしていけるよねという、まあ、そういう意味で無限を考える場合とだから、えー、無限なんだと。これね これはある無限なんだとで無限なので、えー、無限自然さは無限っていう本当に無限のものとしてそこにすでにあるんだと実在するんだって考えるのと手続きが無限回繰り返せますよね可能性がありますよね可能ですよねっていう可能性の無限に過ぎないのだっていうのと。 多分分大きく分かれるとところだと思うんですよでそのカントールっていう人はねこの完全実在主義者でその無限にですね名前つけちゃったんですね。これはあのアレフアレフとか読うのかなえヘブライ語のアルファベットの一番最初の数字らしいんですけどアレフ、ね、でこのアレフという無限があるって考えちゃったのが、まあ、カントールなんですね。でそれであのー、で自然数ってさ 一二三四じゃないですか。であの有理数ってありますよね。有理数。で、有理数っていうのは、これ、あの、ありとあらゆる。えっ、ー、と、自然、この自然数の分数にして、組み合わせて、全部並べたやつ。が、有理数なわけです。で。 ででそうすするとですねこうやって表現できるわけですね分数なんだから。でこの上がえっ、ー、と例えば上が、えー、分母にしようかな。んちょっと待ってねこっち分母にします。 でこれ分子にしますね,あ見えねえこれ分母にしてこれ分子にしたこう組み合わせ考えたらね1分の1は1じゃないですか。でよっ。えー、あこっちあこっち分母こっち分母か。まあ、どっちでもいいんだけど。あこっち分母にします。これ分母にして。あまさ、あ、に。<laughs> ここれれ分分にし子ますねそしたらここ2分の1でしょ3分の14分の15分の1ずっと並んでいきますね2分の13分の14分の15分の16分の1てん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 こっちはですね1分の21分の3 てんてんてん並んでいきますよね。で、まあ、これ全部書いてると大変なんですよさっき書いちゃいます。とまあこういうふうになってますよね。でこれでこれ全部書けばですね、えー、と有理数全部書いたことになるはずですよね。だって分数で書けるもん全部合わせて有理数になるわけですから。で,、えー、でこれねめっちゃ多いじゃないですか。どう考えても、えー、と自然数自然数は。 123456で,でこう自然数1 2 3五六で有利数はそれをこう組み合わせていったら有利数できるわけですね分数にしてだ2倍多いよねどう考えて2倍じゃない2倍じゃない二、えー、次元になってるわけですから、えーまあ、こっちが1だとしたらこっちが10だとしたらこれか100なんで、えー、10だとしたら1倍多いっていうかこっちが n 個あるとしたら有利数が n 個あるとしますね。 だって自然数が n かあるとしたらの事情はありましたねね絶対ねだからえっ、ー、と自然数はよりも有理数の方が絶対多いだろうと思うじゃないですか。ところがですねそうもいかないことがカントールを発見するんですね。でその前にですね今思い,思い出したその前に同じようなややこしい話があるわけです。例えばこの偶数ってある 2 4 6 8で自然数は12345で偶数と自然数どっちが多いかアホちゃうかっていうふうに思うかもしれませんね1から100まで数えてみろよと100個だとで偶数は50個しかないだろうだから自然数は偶数の2倍あるに違いないだろうと 思いたくなるんですがこれがですね無限に無限あしまった無限が絡むと話がややこしくなるんですよなぜかというとですねこれねえっ、ー、と偶数は2四ローハですねで1番目のじゃあ偶数何って2だよ二番目の偶数4に決まってるだろう3番目の偶数は6に決まってる4番目の偶数は 8だよこれね1対1に対応してますねだから偶数をどこまでいってもですね偶数どんだけ伸ばしていっても全部数えられるんですよ頭からね1番目2番目3番目4番目で最大の偶数ビッグ偶数ってなんて言うのビッグ偶数 があるとしたらそれに2足したらですねそのもだから、えー、とそじゃあそのビッグ偶数があるとしたらそいつは何番目の、えー、偶数ですかっていうと2で割り合いいわけですよだから2分のビッグ偶数番目の自然数なんです。でそれに1足したらですねその次の順番のやつは 出てくるわけですねだからこれ1対1でに対応してるんで、えー、と無限までいくとね偶数の数と奇数あの偶数の数と自然数の数で、ね、同じだけあるっていうことなんですね数えられるんで。ここれが無限のややこしいところなんですよ <laughs> だけどこれはねあの可能性で言っても両方いけますね。つまり えー、2, たす2に対して2を足せば4になる二に対して4に対して2を足せば6になるっていうその手続きを「無限界クリス回繰り返せますよね」っていうのは1に対して1を足してそして2に対して3を足してっていう手続きと全く同じなので,でこの手続きは無限回繰り返せるわけですから、えー、そのこれまあ濃度っていうんですけどね、えー、偶数と自然数はね同じ数あるんですよね。 同じ濃度なんですよでそれを踏まえて次ですねこのこれね有利数ってさすがに有利数は有利数さすがに有利数はですね、えー、自然数より絶対多いと思うんだけどこれ数えられますよねこれ12こうやって数えるどんな数える方してもいいんですけどえー、っとカントールの数え方は。 はえちょっとでかくしましたこれ1個目でしょ2個目3個目4個目うん違う間違えましたいや1個目2個目3個目そうだそうだ1個目2個目3個目4個目5個目6個目7個目8個目9個目 十個目、十一個目、十二個目、十三個目、十四個目、十五個目。十六個目、十七個目、十八個目、十九個目、二十個目、二十一個目。というふうに、順番に数えていけるんですね。まあ、この緑色で書いたみたいにですね。こう数えていけるんですよ。順番に。で、順番に数えていけるっていうことは。これはですね。 自然数数とと有が対対でで応してるこなんすねだから自然数と有理数,、ねえー、数,数は同じ濃度なんですね。でこれカントール自身がですねびっくりしてる。<laughs> えーえー、みたいな <laughs> で。でこれあのといってもですねこれはこの対角線上1分の12分の23分の34分の34分の45分の56分の6全部1なんで。 え何回も何回も感定してること同じやつ何回も感定してることになりますけど、えー、でも別に数えられたり何回数重複しちゃと数えられるんで,でまあ厳密に言えば違,って違うと言ってもいいですよね6分の6と1分の1は同じなんだけど分だから2分されてないのが無限が8分の4とか、えー、16分の8とかいっぱい出てくるんですけど、まあ、でもそれ全部。 同じと言ってもいいし違うと言ってもいいかもしれないんででもそれ全部数え上げてるのは間違いないなんで,でしかも順番に数え上げていけるわけなのでえ無限を考えた場合はですね有有理理理数数数数とと無自然数はです、ね、同じ濃度なんですすねね同じなんだから、えー、とこのアレフで言うとこのアレフ0っていう一番次元の低い無限に属するのだと同じね同じだけ数があるっていう。 偶数って半分しかないと思うけど実は同じ数あって有理数ってめっちゃ多いように思うだって有理数とかね一と二の間にいっぱいありますよね一とゼロの間一とゼロの間に無限個ありますよね無限にありますよねどう考えてもねえっ、ー、とだってそのこの一のところ見たらあ,あそんこ見えない一のところ見たらね 1>, 1分の12分の13分の14分の1ずっとあってこれ全部1より小さいじゃないですかこれ無限えっとこっちが無限まであるんだからこっちも無限までありますよねだから0と1の間に絶対その有利数無限個あるんですよ。にもかかわらず数えられるので全部対応を取ってだからえと無限としては同じだけあるっていう同じ無限個あるっていうもうことに。 簡単気づいてですね、えー、自分でびっくりしています。で次がですねお待ちかね対角線論法なんですけどじゃあの実数はどうなんだろう実数ってのはですねいやっこしいんですよ。な,なぜならですね有理、えー、数っていうのはこうやってこう一つ何てうかこの書き方作り方がね簡単に指定できるわけですよ。上の自然数もそうでしょ 最大の自然数だだと思ったやつに1個足してくださいそしたらそれはその,そ,のその次の自然数になります。それにまた1個足してくださいっていう手続きを1個指定したら全部かけるわけです。で有利数もですねこのす全ての有利数自然数を全ての自然数で割ってくださいと。そしたらその無限バーって生成される同じ手続きで生成されるのでだからね実数はねあの生成できないんですよ同じ手続き。だって っのって,言ってその π のすぐ隣にある実数はちょっとわかりませんってなるので、えー、っと,とっても面倒なんですね。でだけどだからそのそれがですね有利数より多いのか少ないのか多いとしたらどんだけ多いのかとかですね考えるのはとっても難しいんですがえー、っとでここで関東路はですねとんでもないことを思いついたんですね。これがその対角線論法です。はい、えー、それでですねあのー これ時数を全部並べましたって思ってください並べられたと思ってください並べ方どうでもいいんですどうでもいいんですただえ全部っと言ってもロから一にある間だけ考えても同じことが分かっているんですねあの発狂しそうですけど簡単に説明しますね これあの私も昔習って気が狂いそうになったやつですけどまあこう数直線ってやつ考えてでここ0こっちゼロでこっち1っていうやつねでここをこう切り取った時に切り取り方が2つあるわけです。 こう、端を含んでるか含んでないかね。で、これこっちやったら010から1。両方とも入ってますと。と0以上1。以下の数全部。で、これはね結構やだめなんですよ。これはですね。あの橋があるので面倒くさいんですね。だからこう端をなくしちゃうわけですね。0以上をじゃあ0より大きく1未満のこの数だけ考えましょうと。とでこう考えるとですね。えっと。 まあなんかこのゼロにいくらでも近づけるんだけどゼロに行けないじゃないですかだから行き止まりがないんですよねなのでゼロにいくらでも近づけるっていうことによってですねビヨーンみたいなこのが多いね ここからスタートしてゼロにどんどん近づくんだけど全然近づけいくら行っても近づけないどこまでも行けるんだけどいくら行っても近づかないいやでどんどん近づいていくんだけどゼロには到達しないみたいなここからスタートしてで一に向かって近づいていくんだけどどん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 無限に近づいていけるけれども決して近づけないみたいなことになりますよねでこの青いやつをこう伸ばすんですこっち伸ばしちゃう こう持ってきてきこれあのえーと無限の彼方たか無限小から無限大まで行ってますよね。そういうい実数だ,だから0と1の間のえと実数だけ考えたら実数全体に考えたと同じことになる対応が取れるわけです全部。いいですかいいことにしてくださいね <laughs>。でそれでえと0の1だけ考えましょうと。 で、次にですね、このゼロから一にある実数を、ね、全部並べられたと仮定します。これは仮定です。で、どうやって並べるんですか。もう適当でいいです。適当なんです。で全リスト。とにかく。一番最初は。零点一で、これ一ゼロになってるなんですね。もう二進法で書いてます。面倒くさいんでね。えー、と、二進法、あらゆる。十進法っていうのはあるから。一から。一から九まであって。 でそ二進法っていうのは、えっと、ゼロか一しかない0から9だ0と1しかないやつをこう並べていくわけでこれはあのこれに翻訳できますね全て翻訳できるので1進法で10進法でここが2進法でここが同じなんで0と1の方が分かりやすいから01、まあ、だけで書いて2進法で書いた実数を全部リストアップしてきたと仮定しますでその時にですねえっ、ー、とあこれ全部入ってるんですよこの表にね で。ってんで入ってるとした時に、えー、とカントロールはこういうことを考えるんですね、えーと。もしもでもしこれ全部入ってるんだとしたらえっ、ー、とその。 全部入ってるんだとしても、でも無限個あるんですよ。無限個あるんです。でも全部入ってるとしたら、これ順番に数えられてることになりますね。つまりゼロ番目、一番目、二番目、三番目、点点点点点って数えて無限まで数え続けることができたとしたら、これと同じだけ数がね、実数があるんだったら、えその x のもう無限大までいっけいってもダメなんだけど。 同じ同じ濃度であるってことでさっきと同じですね有理数がえっ、ー、ともう消しちゃったけど有理数がですねこうにどう考えても面積2倍になってるのに数えられるっていうことであればですねそれで、えー、と自然数と同じだけあるっていう同じ無限であるっていうことが言えたわけですね。だからこうやって表にできるんだったら無限個入ってなとしてもそれは、うん 自然数の濃度と同じであるというふうに言えるわけです。でここでカントロールがですねじゃあでじゃあこんなふうにしてみましょうと。こう対角線とってくださいこのね0.0は,は除いてね1桁目2桁目3桁目。 だ一番最初の並べ方は何でもいいんだけどとううにかく並んでるやつの一番最初にあるやつは1桁目を取ってください2番目にあるやつは2桁目を取ってください3番目にあるやつは3桁目を取ってください4番目にあるやつは4桁目を取ってくださいこれ間違ってる <laughs> 3桁目4桁目っていうふうにやる。 これ対角線を無限に取るわけですでそれで、えー、0だったら11だったら0にした数字を考えてくださいと。これねだからまあ新しいなんか x はてなみたいなやつを考えてで最初は0.7でいいんですけど次はですねここ1ですよねだから1だからここゼ0次0だから1これ1だから0これ0だから1。 てん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 でこれ無限まであるわけですよそうしたらすごい面白いですよねこれこうやって作ったやつはこの表に載ってませんよねなぜならこれはこの表に載っている無限公の数字と一箇所全部違うんです い少なくとも1箇所全部違うんですねだって1桁目と1個目とは1桁目が違う2個目とは、まあ、0個目とはなんで0にしたんだろう0個目とは 1, 1桁目が違う x1 とは2つ目が違う x2 とは3個目が違う x3 とは4個目が違うのでどこまでいってもですね xn とは xn+1 桁目が違う。 xn プラス2とは xn プラス 3kg が違うわけですからこの数字はですね間違いなくこの全てを網羅したと主張している表に載っている数字のどれとも一致しないわけです。だから、えー、これより多いんですね。なので、えー、っとその0から1の間にある 無理数の濃度は無理っていうか実数の濃度は、えー、その間にある有理数の濃度よりもですねあるいは自然数の濃度よりもその間にあるじゃねいその自然数の濃度とかよりも大きいっていうことが分かりました。なのでこの自然数とか有理数とかはこのアレフ0。 なんだけど、これよりもですね RF1 は実数が RF1 なんですけど濃度が濃いということをこの対角線論文は主張してるんですだから無限の中にですねでいくつも種類があるんだということが分かったわけですねこれ良いでしょうかでそこでカントールはですねさらにえげつないことを 発見します。え二、ー、次元の空間を考えてください。二次元の空間。で、それでこれで、これこれまた両端含んでないやつね。だから、これ、こっち実数。こっち実数。これ面積なんですよ。 でこの2次元のここにびっしり詰まっている実数の数とこの線上にびっしり並んでるやつとどっちが多いかっていう問題なんですよ。でさっきとまあ似てますよねその有理数と自然数は自然数がこうずらっと並んでその自然数をこう並べて両端左右に並べるリーグ線みたいにしてこう真ん中掛け合わせていったやつじゃなあの分数にしていったやつが有理数なんだけどえちゃんと数えられるから濃度が同じであることが分かったんですね。 でそうするとですねこっちもそうかもしれないなと思って、えー、カントールが考えたらですねこういうことがわかりますつまりこのある点を取りますある点を取ったらですねここはえっ、ー、と。 そのこの x 座標もうんなんでこっちなってのかな <laughs>？x 座と y 座標でここ表現できますよね。だからえっとこの x このある点を取ったら、それはその。0から1の間の実数と0から1の間の別の実数で表現できます。これで全ての点が表現できるわけです。 でこ,のかこれとですねその実数どっちが多いんだって考えた時にですねとんでもないことはあのカントラ思,思いついちゃったんですね、まあ、例えばだからここの点をですね、まあ、任意の点を AB と書きましょうこれダメだなこっちに書きます <laughs> まあ任意の点をですね AB と しましょう。しただけです。えー、こう A が何か B が何かとか聞かないでくださいね。<laughs> で、えっ、ー、とこの A の値をですね、例えば零点 A1、A2、A3 点点点点と書きます。B の値を零点 B1、B, 1, B 2,

でこの時に、えっ、ー、と、カントールはすげえ変な手続きを思いついたわけです。こういうのを考えてください。でこの、この二つを。A. をこっち持ってきて、B. をここ入れて。で A. の二番目はここに入れて。 B の2番目はここに入れて A の2番目はここに入れて B の2番目はここに入れてっていうふうにえと点 AB のねそれぞれの小数の,その1桁目をここに入れてで Y の Y 軸の方は Y 座標の方は2桁目に入れてで次だから2番目のこの A のこの数字をこっちに入れて B のこれをこっち入れてって B バ,ババババって詰め込んだらですねまたこれ小数できるんですよ1個。 この2つの数字に戻せますよねこれこっち1桁目はこれだな2桁目はこれだなっていうふうにこっちだから奇数桁目は x 座標を表していて偶数桁目は y 座標を表してるわけですからこの aab というそのある点の表現する組み合わせをですね一つの数字で表現できちゃうわけですそういうルールさえ作ればね。ということは えっとゼロと一の間の実数に全部対応させられるんですね。その平面上のこのある点を取って、まあこれある点がですね、零点三と零点二だったりしたら、零点三二ゼロ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 という数字でですね、x 軸が零点三で y 軸が零点二の点を表現できますよね。 だから、えー、とこの2次元平面上にある実数を全て1次元の平面で表現できるんですよ。なので、えー、2次元平面上の実数の数は1次元のこの2次元,2次元平面ね実数を2つ組み合わせて作ったこのこういう組み合わせの数は1桁の 実数に1対1で対応が取れるとので同じ数あります、まあ、同じノートですということになるわけですでカントロールをびっくりしてですね「見たけど信じられませ、あ、ん自分で見たけど自分で信じられません」っていうことをフランス語で何か書い手紙に書いてるそうなんですが「我見れど我信ぜず」って書いてるそうなんですがだからこれ3次元でも4次元でもですね何次元にしようと同じなんですよねだからえっと どんな空間をとってもですね、えー、実数の濃度は変わらないと。アレフ1っていう実数の次元に入っちゃうということになりました。じゃあその実数がですね、えー、最大の濃度なのかってそんなことはないんですね。それより大きいのがあることを カントロールは証明しています証明してるんですがそれはあの「べき集合」ってやつを説明しないといけなくて、えー、頭がパーになりますので、えー、このぐらいにしようと思います。でで変だという人もいるんです。 だから、えー、とそんな実数,実数の、えー、と濃度なんかないって言ってる人もいる。なぜかというとですねさっきのこの表に戻るんですけどこうやってできたやつこれ実数ですよね。でこれは、えー、とこの無限の表に載ってないよねっていうふうに言うんですけどいや無限の表とかないから作れないじゃんそんそなのだからこれをこれに加えればいいわけだよね。でこれここまでにしよう でそしたらこれにも載っていない新しいの作れます作れるよ。でできたらそれ加えりゃいいんだよ。無限回繰り返して加えれればそれでいいじゃんっていうふうにつまりさっきのですね可能性としての無限手続きを繰り返すだからこれは何を示せるかっていうと実数を次々に作り出す手続きを示してるにすぎないのであって。 えまず有限個の表を作りますよね有限個の、えー、実数が載っている表を作ってそれをその絶対載ってないこの表を有限個しかない xn までしかないやつ作った時に0から xn までね入ってないのを作ってじゃあこれ n+1 ですと。 そしたらまたそれに表貼ってない全部をね対角線取ってひっくり返したやつを作れば n+2 だよねこれずっと繰り返せるよねっていうことしか言ってないよねだから実数の無限っていうのが、えー、とその有理数の無限より多いかどうかって言ってないよねという見解の人もおられるそうなんです。だから これ手続きなんだよってそのでさっきの話ですけどその自然数っていうのがね常にどんな大きな自然数を持ってきても1個足したら物の先は作れますよねっていう手続きを表現してその手続きが無限回繰り返せますよねっていう立場のそういう考えの方からすればこれは次々に実数を作り出していく手続きを示しているに過ぎないからそれが無限回繰り返せるって言ってるだけじゃん。 実数無限実数の次元のレベルの無限とかないからっていうお考えの方もおられるそうなんですね。で多分そっちの方がですね普通 <laughs> 実感に近いだってその自然、ね、数は無限回繰り返せますだから無限あるんだよ無限実在するんであれ不安なんだあれゼロなんだとか言われてもですねほんまかってなるのがやっぱ普通の感覚ですよね。 でえー、さっきのこの,この対角線論法も見事ですけどでもその無限の表を作れますっていう段階で無限の表を作れねえよなってなるのは普通の感覚ですね。でそれも表でそれでどっちが正しいかね決着ついて、まあ、これ野谷茂樹さんの方に決着ついてないんだそうですね。で私は何をやりたかったのかというとこのカントールの対角線論法の一種として、えー、ラッセルのパラドックスがあるんです。 ラッセルのパラドックスの方がですねあのやばいんですけどやばいっていうのはつまり、えー、この実在無限論に対する衝撃としては大きいんですけどなのでその、えっと、つまり完璧な論理学を作ってその完璧な論理学の完璧さっていうのは人間っていうのは無関係に完璧なんだと。その完璧な論理学に基づいた完璧な数学を作るっていうのがそのラッセルのプログラムだったわけですけど。 やろうとした瞬間にです、ね、そのラクセルのパラドックスが出て「えー、あり?」ってなっちゃってでそのラクセルのパラドックスを含むような、えー、つ,つまりそれだからさっきと同じ手続きなんですよその「馬の集合」っていうふうに言ったら全ての馬が入るみたいなそれ,それするとですねその手続きのやり方はこの無限の表を作れますよねってると同じ面があるんですね。同同じじっって言ったら怒ら怒れれるるかもしれませんんけど同じ問題を含んでいる だから、えー、とそのラッセルのパラドックスが発生するのは、えー、この馬集まれっつったら馬よあれっつったらだー全部馬集まってくるっていう考え方がですね、まあ、そろそろ成り立ってないよねってだからそれ抜きで考えましょうっていうそれでそのなんか氷をですねあのそういうこと起きないような仕組みを考えてそれでその一生懸命論理学を作れば問題ないですよと。 で問題ないっていうのはですね人間と独立な完璧な心理のそれバカなこと考えなければ大丈夫なんですよっていうのがまあ論理学なんですよね。で,、えー、でそういうのになん満足できない心理に心理に到達しようとしている人にとってはですね、えー、納得できないわけですそこが。いやそういうことじゃない論理学ってのはやっぱり心理に到達の方でなかったらいかんだろう。だったらですねここまで戻れというですね、えー そういうタイプの思想家というか数学者とか哲学者うそういう人を見てですねでその数学者はですねこれ大嫌いそんなことしたら数学できねえじゃんやだやだ無限とか扱えないともう困りますからっていうことになって、えー、完全にその数学の世界っていうのと心理の探求っていうのはですね、まあ、関係なくなってるっつって怒られるかもしれないけど関係なくなっちゃったんですねここで切れたんです。 なのでその、えー、先ほどのラッセルのパラドックスがですねどうしてもわけわかんないっていうポイントと多分この対角線論法が飲み込めないっていうポイントがですね、えー、多分同じなと思うんですよね。でも同じではないかもしれないすごく関係してると思うので、えー、つまりその全ての集合の集合とかね 自自分自身を含む集合の集合合ののととかそののかわわけんないこと言われてです、ね、ポカハー,ーってなるのは頭が悪いからではないんですねそうでなくてこの無限の不気味な世界に足を突っ込んで平気でいられるかどうかっていうところにポイントがあるんですがこの本を読んだらわかりますけど、えー、カントールさんですねそれやってる間に精神おかしくなってですね精神病院ですごく長晩年過ごしてお亡くなりになっている,いるんですね。 さらにそのゲーデルっていうゲーデルのパラドックスっていうですねラスセルのパラドックスをラスセルがラスセルのパラドックスを回避して一生懸命作ったシステムに同じパラドックス入ってるよってことを示したのがゲーデルのパラドックスなんですけどゲーデルの不完全性定理なんですけど、えー、そのゲーデルもですねやっぱりおかしくななっっちゃったそうなんですよだから、えー、これわけわかんないよねっていう感覚実はですね あの正しい正しいって言ったらあれかもしれないけど狂気に顔頭突っ込まないで済むいい方法でもあるんですけどでもそのこの,この私がおしなんでこんな話を演出してるのかっていうとこういうわけのわかんない世界の中から生まれてきたのがそれを有限の世界だってコンピューターは有限のもんですからねコンピューター有限回繰り返すしかできない無限回繰り返せないですよね。<laughs> 有限のシステム」の中にこのぶち込んでいくっていうことが可能になってそれが私たちの世界をですね大きく変えているんだっていうその始まりはですねこのカントールのこういうわけのわかんない、えー、無限に関するですね執念から生まれてたんだよっていうことをお話ししたかったわけでございます。で,、えー、でこういうことがですね、まあ、この私の研究をまとめた重要な2つの本「複雑さを生きる」と「経済学」の本まで どちらもですすねこのの実数深さっってて問題で密接に関わっていますなぜかというと、えー、私のこの思想に根本的影響を与えたのが不規則繊維現象あるいは決定論的カオスという愛称がついていますが間違った名前で正しい名前は不規則繊維現象なんですがその不規則繊維現象とかねそういうものとの出会いが私の,その思想に根本的影響を与えたわけですけれども、えー、とその発見とね そのコンピューターとかあるいはそのこういうラッセルなパラドックスとかその実数の無限の濃度とかこういう問題とですね密接に関係してるんですね。だってその決定のディカウスっていうのはだからまあ持ちこねみたいなんですけど持ちをこねて平べったくしてそれをまた伸ばして戻してこれ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 延々繰り返してるとですねこの中がぐちゃぐちゃになっていくそのぐちゃぐちゃのぐちゃぐちゃがですねなぜぐちゃぐちゃになれるかっていうとなんか実数でできてるからですね。これ で、えー、では出ないわけです実数で,出て <laughs> でこの実数の深さっていうことが、えー、その決定論的カオスとかの持ってる性質、うん、の非常に大きな部分を占めていて実際だからあの、えー、上田俊介先生のですねカオスの研究の中でこの集合論っていうのは非常に重要な地位置を占めてまあ上田先生に限らずですけど、えー、非常に重要な地位を占めているんで、えーまあ、そこのところがですねあの飲み込めないでいると。 えー、この本で言ってることの大事なポイントが飲み込めないっていうことになりかねないので、まあ、ここのところをですね詳しく詳しく何度もやってるわけだし、まあ、自分自身私自身ですねここちゃんと分かってないかもしれないので、えー、それを点検する意味でもですね、えー、こういうお話をさせていただいております。で、えー、こちらがですね、あのー、皆さんがなかなか見ない <laughs> であろうと思われるひとつき万冊のホームページです。 その中にですね私のページですねこのように私のリりしい美しい写真が出ておりますのでぜひ一回見に行ってください。でこれのプロフィールの下にですね、えー、とその動画ととシ,ョショップ内の動画とそれからご丁寧にもですね私の全著作著作が出ておりますので、えー、こちらからご覧いただければよくてで今、えー、とこの2時間2その10時間のですね 動画がついているわけですが、えー、その複雑さを生きるのですね。あの第2動画講義シリーズというのを撮っております。これはあの前回を上回る清水さんの、私一人でやってるんで、ね、でまあの第1回のこれについてる動画は清水さんとやっておりますので、分かりやすさという面では入りやすさという面ではいいと思うんですけども、えー、それをさらにですね、私が一人で、えー、詳しく説明している。 でそれに清水さんも説明をつけてくれるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういうまだ分かってませんがそういうものを今取っております。で今この3万5千円でですねその動画付きのものを、えー、清水さんが売ってくださってるわけですがそれにですねお買い上げいただいた方は、えー、新シリーズもですね先に安く、えー、お手伝りすると清水さんが言っております。まあ、そういういいわけでででですすねね私のこのののここ複雑さは生きるあるあ、ね、経済はこの船で これらはです、ね、共にやっぱりこのカントールとかラッセルとかのですねあの苦闘を引き継いで苦闘していてですね現代を生きるための知恵を探しておりますので是非私のこの血の滲むような研究をですね皆様の人生に生かしていただければなと思っております。ありがとうございました